はい、こんにちは。おはようございます。こんばんは。大貝です。最近ちょっと YouTube でいろんな動画見てるんですけど、ニートに関しての動画をちょっといろいろ見てまして、まあ、2ちゃんのまとめなんですけども、ニートってそんなに悪いことなのかっていうクエスチョンマークが湧きまして、ちょっと動画を撮ってます。まあ、ニートというか、なんだろう。無職の人もあれなんだけども、私の場合はですね、もう私の部屋が、この家にあるんですが、タバコを私は吸うので、換気装置までつけてくれたんですね。で、要はタバコを吸っても、あんまりヤニが部屋につかないようにっていうことで、換気装置はヤニがたくさんびっしりついてるんですが、っていうふうに新築してくれたんですね。で、ニートや引きこもり問題など、いろんな数々の問題がありますけども、果たしてニートって悪いのかなってちょっとクエスチョンマークが湧いたんですね。働けるのに働かないっていうのはいかがなものかとは確かに思うんですけど、私なんかはですね、自分が持ってる障害特性やこれまでの経験でドクターから普通に働くのはもう難しいというふうに判断を下されまして、私の場合は年金受給者になるのかな、無職というよりもとなっているんですが、ニートと一言で言っても、ニートというか無職者と一言で言っても、まあ長く続く人から短い人までいっぱいいますね。で、私はですね、私個人の話をすると、まあニートであった期間もあるんですけども、それでも就職先を必死に探して就職活動をしてました。で、その回あって、就職できたんですが、まあ、人間関係がいろいろあって5年で辞めて、5年間で辞めちゃって、で、それからまたいろいろと仕事を始めたんですけども、どれもうまくいかず、で、最終的に睡眠薬飲んで死のうとしたんですけども、結局死ねなかったっていうことが過去にありましてですね。ニートってそこまで害悪なのかっていうクエスチョンマークが湧いたんですね。で、俺それってただ運が悪いだけじゃないかと思うんですよね。というか、この世のすべては運で決まってると思うので、運命と言った方が正しいかもしれないね。決まってると思うので、そうなる運命だったんだろうな、というふうに思ったりします。まあ、ニートは害悪だとか、働けとかよく言われますけど、働けない人もいるんだよね、中にはね。対人恐怖症とか、引きこもりが続いていて、外に出られないとかいう場合もあるんですが、私の場合は外に出られないってわけじゃないので、引
きこもりとはちょっと違うかなと思ってるんですけども、自分自身に関してはね。まあ、実際問題皆さんどう考えるかですね。ニートや無職の人っていうのはいっぱいいます、世の中。いっぱいいるんですけども、なんていうかな。今の世の中、才能や、運が全てっていうところがあるので、例えばですけども、どっかのある大きな会社でプロジェクトのリーダーを任されたとしますね。で、それが、そもそも確実に成功するプロジェクトだった場合、プロジェクトリーダーは評価されるわけなんですけども、そもそもが確実に行えるような場合って、そもそもそれって評価されるに値しないんですよね。言ってる意味わかるかな？既定路線をやらされたところで、なんていうかな。規定路線をやらされたところで、それが成功しても当たり前なんですよ。で、まあ、様々あるんですが、どう言ったらいいかな。私はそれは運命なんじゃないかなと思いますね。いろいろと。で、私はいろいろとあがくだけあがいてみました。いろんな、何枚吸ったかな？ 10 枚は超えてるかな？多分。アルバイトも含めて。履歴書ね。10枚は捨てたと思いますね。自分で。写真撮って。で、いうこともやったんですけども、まあ、結局うまくいかずに今、年金生活者としているんですが、まあ、こうなることも運命だったのかなって今は思ってますね。まあ、普通に働けてた時は、それなりに収入があったんですけども、今は、年金からの収入だけなので、働いてた時に比べて半分くらいに減ってるんですが、なんとか家族のもとで、年金全部使うわけじゃなくて、貯めながら生活しておるところです。だから一概にね、人を、バカにするっていうことは、できないんじゃないかなと思うんですよね。例えば、ホームレスになった人がいて、ホームレスは汚いから嫌だとかいう発言が昔ありましたけど、ホームレスだってホームレスになりたくてなってるわけじゃなくて、ならざるを得なかったっていう事情があるわけですね。で、まあそれを助けてくれるのが生活保護なんですけども、まあ日本はいい国ですよね。治安もいいし、なんだ、治安もいいし、最終手段となったら、国がお金くれるんで、生活保護を取っちゃえば、あとは、暮らしていけるわけなんで、まあそうなれば、そうなるで、まあいいかなというふうに思ったりもするんですけども。
まあ、運がいいよね。日本国籍で日本に生まれてきただけ運がいいんですよ。そもそもね。で、生まれる国や地域や親って選べないので、そもそも生まれてきたこと自体が運ゲーなんですよね。8050問題って言われてて、80歳になった親が50歳の子供の面倒を見きれないっていう問題も、まあ、出てきてはいますが、実際そこまで放っておいた側の責任も私はあると思うし、そこまで苦労しなかったっていう理由もあると思うんですよね。苦労できなかったと言っても正しいかもしれません。私が最初入職したところは、夜中過ぎまで仕事をやってて、大貝君、夜ご飯食べてきてって言われるんですよね。どういう意味かっていうと、夜ご飯食った後も仕事があるから食って戻ってきてって意味なんですよね。っていうレベルだったんですけども、その後入った職場では、5時になったんで、定時で上がっていいよって言われて、その時言ったのが、もう帰っていいんですかって俺言ったんだよね。だいぶ毒されてきてるなって言われたんですけど、まあ、そこの職場も辞めちゃったんですけども。なんで、なんていうかな。人生は運だと思うんですよね。で、努力したら報われるとか、で、自己努力でどうにかできるっていうふうに考えてる人は、考えの浅い人だと思うんですよね。実際に。それは。考えがすごい浅い人で、最終的に自分をどうにかするのは自己努力だって言ってる人は、すごくまだ幼い考え方をしてるんだろうなというふうに思います。努力でね、どうにかできるんだったら、みんなまともな仕事につけてますよ。間違いなく。そうでしょ？まともな仕事って言ったら失礼かもしれないけども、みんなそれぞれ、いい環境にいるはずなので、実際そうでないっていうのは、運命がそういうふうになってるっていうことだと思います。まあ私の祖父の言葉ですけども、人生半分思い通りになったらいいとしなさいっていうふうに言ってますね。私の祖父は苦労人、ほんと苦労してやってきた人なんで、なおさら言葉に説得力があるんですけども。だから無職やニートってなりたくてなってる人も確かにいるんですが、抜け出そうとして抜け出せない人、あがいてる人もそれなりにいると思うんですね。で、いざ仕事をさせてみると結局できなかったりっていう問題が出てくるわけですね。うまくいかなかったりとか。それを根性なしだとか言うのはおかしいと思ってて、感情労働はいかんのですよ。頑張ればなんとかできるとか、どう言ったらいいかな。
努力がどうにかなるというふうに考えてる人もいっぱいいる、考えてる人が多いと思うんですね。で、まあ成功した人は、すべからく努力をしているっていうふうに言うんですけど、そりゃ何もしない人よりも努力した人の方がうまくいくっていうのは当たり前の話で、で、そこに運が乗っかってる人が、うまくいくわけですよ。努力がうまく噛み合った人だね。言ってみれば。もしくは好きなことが自分と噛み合った人は、好きなことで生きていけるわけなんですが、そうじゃなくて、好きじゃないことだけど、お金得るためにやってるっていう人も多いわけですね。だから、まあ、毎回、有効求人倍率とかっていうふうに出されますけども、自分ができることとできないことがあるっていうのがやっぱりあるので、特に私みたいな障害持ちだったりすると、なおさらそれが強いので、一概に努力が足りんっていうのは、間違いだと思うんですよね。で、私は中学校の頃は努力が足りんというふうに思ってました。そう押し付けられてきたのでね。でも今になって考えると努力が足りないんじゃなくて運が良かったんだと思います。今考えるとね。運が良かっただけなんだと思います。まあだから、俺が言いたいのはあんまり自分の人生に悲観しないで、まあ、なるようになると思って生きていればそれでいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。というのが私の見解です。無職の人にすぐ働けやとか、ニートにすぐ働けやっていう人は簡単にいますが、そう簡単に働けるってわけでもないと思います。そして企業も、新卒を取るっていう体制が整ってますから、未だにね、大学神話に踊らされてますので、大学が良ければ頭もいいだろうし仕事もできるだろうということを思うことがまかり通っていますので、実際どうなのかなっていうふうにも思います。野に下った人でも実際できることが多い人も中にはいるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと長くなってしまいましたが、今日はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。ちょっと私の言いたいことが少しでも伝わればいいかなと思います。では、今日はこの辺で動画を終わりにします。じゃあまた。